今回はアウトドアのステーキ総集編です。牛肉です。もうすでに投稿してるんで、動画は、リンクを貼っておきますんで、そちらを参考にしてください。いろんな焼き方をしています。アロゼしたり、これは鹿肉ですね。こいつはありません。はい、トマホークですね。トマホークステーキ、リブアイです。リブロースですね。 1.2 キロぐらいあります。半分にしても軽く1ポンド超えというですね。手前にあるのがこう骨の部分なんですけど、これがもう地味に美味しかったですね。奥の丸型飯盒は付け合わせのポテトとか野菜を茹でてます。でペッパーソースで煮るステーキですね。表面だけ焼いて、これフランデでフランペして、雰囲気だけですね。はい、赤ワイン、チキンストックだったかな。で生クリーム、これ万能ソースですね。魚にも合います。もうレアなステーキをこう入れて、ちょっとソースで煮込む感じですね。たっぷりかけて、いい感じに焼けて美味しいんですね。まあリブアイなんで当然です。このソースはご飯には合いません。ティーボーンですね。サーロインとヒレ肉が一緒になったやつですね。ヒレ肉が少ないんで、これはエルボーンなんですけど、ぶっちゃけて言うと焼きにくい、切りにくい、食べにくい、見栄えだけのお肉ですね。もういつもチするんですけど、まあ、サーロインとヒレなんで美味しいのは美味しいんですけど、まあ、とにかく焼きにくいし切りにくいし食べにくいお肉ではあります。飯盒の蓋はこういう風に使うこともできますね。そして肉汁はソースに使うと大変美味しくなります。で醤油を入れるとですね、もう日本人は何でも美味しく感じます。こう骨の部分がですね、一番焼きにくくて、まあいい感じには焼けてるんですけど、こう白いのは筋ですね。サーロインには筋がありますから、必ず、まあ、細切りするんでいいかなって。まあ見栄えだけのお肉です。美味しいですけど、リブロースです。1キロあります。サーロインを1キロ注文したら、なぜかリブロースが来ました。リブアイですね。切るのめんどくさかったんで、このままローストビーフにしました。ちゃんとローストしてます。こうフライパンとかスキレットでですね、こう表面焼くだけのなんちゃってローストビーフありますけど、これ確か冬だったんでですね、もう焚き火がてらきちっとローストですね。炙り焼きです。とても時間がかかります。まあ、ちょっと寝かせてですね、20分とか30分、肉が落ち着いてから切ると。まあリブアイなんでですね、まあ、当然美味しいのは当たり前なんで、柔らかくてですね、でもまあ半分に切ってステーキにした方が良かったかなとか思ってますけど、1キロ食うのは大変です。まあさつまいももふかしてるんですけど、日本人はやっぱこれっすね。はい、一番曲がったっす。ハンギングテンダー、牛サグリって言いますけど、まあ、ブロック肉で買った方が断然お得です。なんでトリミング、まあ筋とかこういう風にですね、お掃除して
やると非常にこう費用対効果がいいです。で、焼肉にしてもいいんですけど、まあ、こうブロックのまま焼くと美味しい、美味しい、とてつもなく柔らかいステーキが出来上がります。バーベキューコンロで焼くのが一番ですね。これ炭火ですけど、こういうふうに表面をしっかりと焼いてですね、もうアニメの焼き目がつくとなんでこう美味しそうに見えるんですかね。で、まあ、ちょっとずらして蓋をして数分置くと、まあ、ミディアムっていうかですね、ミディアムレア、これ肉汁たっぷりのですね、まあ、もう下がりはもう当然そうです。手で余裕でちぎれますから。ハンギングテンダー、テンダーって名前がついてるお肉ですから、これお醤油とレモン汁と肉汁入れたご飯に合うソースにしててですね、まあ、ステーキ定食にして食べたんですけど、美味しいですね。ソフト焼肉ですから。これはハンモック泊した時のランチですかね。焚き火台使ってるし、スキレットはこれ8インチですね。これはちょっとフラット加工してる、ちょっとカスタマイズっていうか改造してるスキレットです。これリブギャップっていうんですけど、リブロースのちょっとまあかぶりの部分っていうかですね、専門用語なんですけど、まあ要するにまあコクがあるお肉なんですけど、まあ、食べてみて、まあ、ステーキにしたんですけど、こいつは焼肉の方がいいかなと純粋に思いましたね。ニンニク、ローズマリー、バター。で、これアロゼですね。蓋しなかったりするときはもうアロゼするしかないですね。自分の好きなミディアムとかミディアムレアにするにはですね。ランチでこんなに食うのかよっていうような付け合わせなんですけど、まあ、この頃はガンガン食ってましたね。まあ、見た目は普通にステーキなんですけど、まあ、焼肉の方がやっぱいいっすね。これは。肉質から言って、もう飯盒でご飯も炊いてコーヒーまで入れてですね、もうがっつりすぎるランチっていうか昼食ですね。エンディングなんですけど、これはオージービーフリブロースキューブロールっていうんですけどね、こういう形でオージービーフのリブロースは売ってあるんですけど、まあガスで焼くと楽です。おしまい。